ブランドオフ創業社長安山氏が買い取りをするここブランドバンクは日本一高く買い取りをしてもらえるお店だ。そんな日本一お客様に優しいブランドバンク上野店で繰り広げられる買い取りバトルをぜひご覧いただきたい。こんにちは。こんにちは。上野店店長の浅川です。つっくんです。お願いします。ね、今日たまたま上野店来たら、ね、撮影しようとしたら、ね、販売撮影してたら YouTube 撮影してくれる。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。本日の依頼人は紙袋を片手に来店された男性。一体どんな商品を持ってきたのか。じゃあ早速、はい、見せてもらってください。はい、どうしますか。これ箱とか。ああ、そうそうそう。あのもらったやつなんで箱とかないですね。もらったやつ。もらったやつ。これシールが貼ったままの。はい。未使用品ですね。ビニールまだついたままです。まあ、要は使ってないですね。男性が持参した商品はこちら。昨今では入手困難となっており、定価以上の金額で取引されている高級時計ロレックスのコスモグラフデイトナの一点だ。鑑定書とかない？いや、それだけですね。本当にギャランティー？はい、ないです。なんか箱とかもついてなかったの？箱とかもないですね。このままでもらったの？あ、そうです。定価でも100万円以上する高級時計を紙袋一つで持参した男性。ブランド買い取り店での盗難などが多発していることもあり、不審に思う安山氏も慎重に査定を進めていく。気にあのなさらないんですけど、はい、YouTube 撮影してくれるってあの許可もらったんで、はい、あの怪しい人間じゃないと思って、まあ、怪しい人間 YouTube 撮影 OK してもらえない、はい、ご存知のように盗難品、うん、あちらこちらで今日ギャングみたいな形で出てこんな裸っていうかギャランティーなし箱なしでシール付きっていうのはね、シール付きで、はい、ギャランティーなしで、まあ、ちょっと悪いけど疑っちゃったんですけど、で、まあ、こういうリストが来るんですよ、はい、盗難品リストみたいなで調べさせてもらったんですけど、銀座で盗難あった品物じゃん、ああ、なんかちょっと、でまあ、YouTube 出てくれてるんで、そんなことないと思って、やっぱりね、まあ、この状態でシール付きで、箱なしでギャランティーなしっていうのは、初めて見たんです。付属品もなく、ただもらったと話す男性を、浅川店長も不審に思っているようだ。安山氏も業界で共有されている盗難リストを念入りに確認していく。前職の職場の退職するときに退職金代わりでしてもらったものなんですけど、うん、でもこれ本物なの？はい、本物です。うん、なんか証明できるものがあったら嬉しいなと思って。私たち古物法でいくと、はい、盗品を扱うっていうのはすごくダメなんです。はいはいはい。だからできればそのもらった人とかなんかからこうなんか万が一できればなんか、ね、もしよければその、いいですよ、電話しましょう。ありがとうございます。そうしてもらえれば、僕たちもすごく、はい、僕たちの商売でいうと、信頼っていうのが、はい、これ、あんまり盗品扱っちゃうと、免許取り消しになっちゃうんです。なるほど、全然電話します。一回、ちょっと電話していただいて、もらったっていうところを、もし、ね、証明できたりしていただければ、まあ、私たちもちょっと安心するんですけどね。わかりました。いいですよ、じゃあ今、答えましょう。はい。はい、盗難品の話を聞き、もらった人に電話で確認してくれるという男性。あっさりと承諾してくれた男性に安山氏も少し安心した様子だ。もしもし。あ、もしもし。はい。あ、お疲れ様です。うん、どうした？この前ちょっと退職した時にそのデータもらったじゃないですか。うん。それはまあちょっとまあ、売っていいよってことだったんで、ちょっと売りに来てるんですよ。で、なんか今、なんか盗難が流行ってるみたいな言われて、なんかそんなの持ってったんか、お前。いや、そんな箱とかもらわなかったんで。ああ、そういうことになった。それは、お前、ダメだぞ、お前。そのまま説明せんって。ああ、ほんとですか。お前、それ、データだと、お前、箱割りの、お前、当たり前やから。ああ、そうなんすか。無理やろ、多分、買い取ってくれてないやろ、多分。なんか証明してくれたら買い、なんかそのもらった人にかけたらいいって言ってんですけど。何してみるの？なんか電話したらいいって言ってましたよ。あ、いいよ、じゃあ買って。あ、じゃあちょっと、あ、お願いします。はい、はい、
すいません、私あのブランドバンクの安山と申します。ちょっとお聞きしたいんですけどよろしいでしょうか。このこちらの商品なんですけど、未使用で、そう未使用なんですけど、通常ねギャランティーって必ずついてるんですよ。サポートギャランティー、そのギャランティーがないんで、はい。そうなんですか。私たち古物の免許の方で、免許法で言うと、盗難品は扱っちゃいけないんですよ。だから、もう本当に申し訳ないんですけど確認させていただいたんですよ。これ盗難品じゃないんですね。もう一つ申し訳ないんですけど、気はさら、悪くさらないでください。はい、あともう一つ聞いてもよろしいでしょうか。言いにくいんですけど、反射の方じゃないでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、反射じゃないんです。反射じゃないです、ね、運送会社。はい、終わりました。すみません、申し訳なかったです。はい、ありがとうございました。社内でもすごく、注意してるわけなんですけど。すみません、申し訳ない、なかったです。ごめんなさいです。ありがとうございます。はい、はい。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いや、知らなかった、全然知らなかったです。すみません、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。申し訳ございませんでした。もうこれで大丈夫だってことを実証できました。できればもうね、またね、箱とか、そうだね、またの社長からちょっと聞いてもらったら、もっと価値上がる。はい、現状でこちらですね、定価ですと175万8千なんですよね。で、実際今回ですともう本体のみギャラも箱もないということでしたら、もう解体では375万円となります。おー、何も高いですね。全てあった場合ですよね。全てあった場合、相場としてはそこは100万ぐらい違いますので、460万、70万ぐらいで今流通させていただいてます。結構変わるんですね。販売です と、私どもで418万円で販売させていただきまして、お客様へ私も手数料10万引かせていただいた状況で408万円であった。その時ですね、今のお買い取りの金額と比べますと大体33万円の差が出ます。結構です。こちらでの差というのも結構ございます。いい、はい。委託販売で売れるものですか。そうですね、私どもで例えば今回今日お預かりさせていただいて YouTube インスタなので、こちら SNS で出させていただくので、販売の方にかけさせていただいて、2週間か3週間ですね。早ければ本当すぐっていうこともございますので、速答ではちょっといい感じです。はい、そうですね、じゃあ30万の違いってなるんで、ちょっとお任せしてみようかな、一旦は。はい、私もお高くお返しするための元ということで、お客様にできる限り最大限お高くお返しをさせていただきたいので、もう上のところで8割以上の商品が今そういう風にさせていただいておりますので。なるほど、はい。まあそうですね、売れるって、そんだけね、売れるって言ってね、言うんだったらね、ちょっと試してみたいです。自信ありますか。あります。はい、銀座店はたくさん集まってくるんですけど、上の店はまだ圧倒的にまだ認知度も低いんで、彼がものすごく熱く一つ一つのお客さんを、一つ一つの時計を大事に扱うので、ぜひ任せてください。はい、ぜひよろしくお願いします。もし売れなかったらまた銀座に持ってきてくれればいいんですけど、はい、まずは上野でぜひ、いや、言います、試してみてください。
じゃあ今回ちょっとお願いしてみます。はい、よろしくお願いします。今回はどうもありがとうございます。また連絡させていただきます。もらった経緯や身元も明確になり安堵するやせまし。ブランドバンクの委託販売に納得した男性も快く承諾してくれた。紙袋から裸のデートなんでシュッ見しようよ。これは絶対盗難品だと思っちゃうよね。思っちゃうじゃん、本当に。で今回ちゃんとねもらった人から、はい、本当あとシリアルの確認して、盗難品のシリアルじゃなかった、はい、よかったんだけどね、上のね、ちゃんと気をつけないといけないね。はい、ね、十分に気をつけます。ちゃんとあの盗難品じゃないですか。はい、反射じゃないですか。はい、これね、やっぱり僕たち聞きにくいことだけど聞いとかないといけないですね。もう私たちはね、真面目に仕事やってますので、はい、はい、ぜひ上の店に預けてください。はい、よろしくお願いします。今後もお客様に誠意を持って営業を続けるブランドバンクなのであった。今回谷畑さん、はい、Facebook のコミュニティ、はい、Facebook のグループを作ろうと思ってるんですよ。何ですか、作ったの覚えてる？ありますよね、うん、はい、今回はブランドバンクで、ね、コミュニティを、ね、増やして売りたい人、はい、買いたい人、うん、もう今日のおすすめとかを、ね、出して、はい、私グループを作っていきたいと思うんですよ、はい、それにはね、めっちゃ安いやつ、そうですね、ご用意しますよ、ね、はい、インスタでやってるんですけど、はい、インスタも YouTube とか見ない人がいるんですよ。あ、昔ながら Facebook ファンいます ね、 ね、まあ、僕も一人いますけど、はい、ね、あなたに Facebook 作りますので、はい、ぜひこちらの方に、はい、ね、皆さんグループに入ってくださいね。はい、ぜひぜひお願いします。大好評ブランドバンクの YouTube 委託販売。ブランドバンクは委託販売でも日本一高い手取り額を目指しています。お客様から預かった時計を業界最大の視聴回数を誇るブランドバンク YouTube チャンネルに即販売。高い販売力を持つブランドバンクにあなたの大切な時計を預けてみませんか？気になった方は今すぐご連絡。ブランドバンクは現在買取絶好調受付中。査定方法は簡単。ブランド品を段ボールで送るだけ。宅配キットをご用意していますので段ボールが手元になくても大丈夫。宅配キットや査定料、送料などの買取に関する手数料はブランドバンクが全て負担します。 LINE からも簡単に買取のお申し込みが可能です。今すぐ友達登録お願いします。上野駅忍ばず口から徒歩2分、ユニクロ上野広小路店を右折し直進。ブランドバンク上野店にあなたの自慢のブランド品をお持ちください。